このパターンは。苦手なのに勇気を出して壇上に立つ姿を見て、影山くんのこと好きになっちゃいました。あの、私と付き合ってください。影山くん、一緒に帰ろう。あ、僕部活が。行ってこい影山、今日は自主トレだ。すいません、武蔵部長。はあ、モブ君に彼女ができただ。どういうことだ、怪奇現象か。一体何が起きてると言うんだ。でも羨ましいっす。影山君、普段は何してるの。肉体改造部で走ったりしてるよ。あとは知り合いの仕事手伝ったり。どんな。幽霊。本屋さんみたいな感じ。影山くんって本屋でアルバイトしてるの。すごい。いや別に、そのすごくはないよ。ほんと簡単な手伝い。おうモブ、今日も早いな。最近部活やめちまったのか。ううん、今から学校戻るよ。は？なんで一旦帰ってきてんだ。おうモブ、なんか今日表情明るくねえか。女霊もノリノリだし。そうですか、わかりませんけど。彼女でもできたかなんてな。除霊終わったんで先帰りますね。それじゃあ。おかわり。あら珍しい、シゲがおかわりなんて。どうしたシゲよ、超能力でも使いすぎたか。いや、そんなんじゃないよ。兄さん、この前の選挙で落ち込んでると思ったけど、なんか元気そうでよかった。そろそろ読み終わった。どうかな。謝ってばっかり。影山くんの気持ち全然わかんないよ。それかもしかして自分の気持ち持ってないの。え、自分の意見とかさ、ガチガチに緊張してた選挙スピーチもさ、立候補したのも誰かに言われてやったことなんじゃないの。あのね、実は私もそういうとこあるんだ。そうなの。告白したのも本当は罰ゲームなんだ。無言スピーチを見て面白がって友達とじゃんけんして負けたの。振られたら逆に私がすっごい笑い物にされるから怖かったけど、一緒に帰ってくれたから振られたのバレなかった。ありがとう。もうそろそろ時間が経ったから言わなきゃと思って。1週間も騙しててごめん